布部山の戦いは、A613 年2月14日に、天子家最高を目指す天子最高軍とそれを阻止しようとする毛利軍との間に起こった野戦である。戦いのあった場所が布部の中山であったことから、布部山の戦いと呼ばれる。軍記資料には、天子、毛利の国の戦いも今日が最後と記される、激戦であった。毛利元も秋国の吉田軍山城に生まれる。 大内、天子氏を滅ぼし、中国地方随一の戦国大名となった。A65 年7月3日、毛利氏の当主、毛利元成は、天腰を滅ぼすため出雲へ進軍する。元成に引きられた毛利軍は、出雲へ入国すると、天子方の有力国人らを、次々と復従させつつ、陣を進めていき、A65 年12月には、島根半島の荒熊へ本陣を構え、 天腰の居城ガッと田城攻めを開始する。この毛利軍の進攻に対し、天子軍は各地で戦いを繰り広げつつ激しく抵抗していった。しかしながら、A66 年10月に島根半島に位置する補給要を白六城を毛利軍によって奪われると、続いて A68 年諸島には西放棄一円を毛利軍によって支配され、天腰の居城。 ガスサントダ城は完全に孤立する。こうして、アマコ軍の補給経路を絶った上で、モ利リ軍は、A68 年4月に、荒井愛から、星神の山へ本陣を移すと、ガスサントダ城への攻撃を開始する。モ利リ軍は、城下で無なぎを行うとともに、同月17日には、ガスサントダ城へ総攻撃を行った。この攻撃は、アマコ軍の抵抗により失敗に終わるも、 その後、毛利軍は、兵糧攻めの作戦に切り替えて、ガッサン・トダ城への圧力を強めていった。A69 年11月21日、居城であるガッサン・トダ城を、毛利軍によって包囲されていた天子家当主、天子義久は、これ以上戦うことはできないと判断し、毛利氏に降伏する。同月十八日、義シは城を開け渡し、ここに、戦国大名、 天子氏は一時的に滅びることとなる。居城であった合ッサ田とダジ及び天子氏の所領は毛利氏の支配下に置かれることとなり、吉久とその兄弟三人は一部の従者と共に、延命寺へ連行され幽閉のみとなった。その他の天子家臣らは、出雲から追放され、老人となる。山中高生、出雲天子氏の家臣、天子氏滅亡後、主家再興を目指し奔走する。 甘腰を滅ぼし、中国地方を、ほぼ手中に収めた毛利氏が次なる目標に定めたのは、北九州を収める大友氏の討伐であった。永禄1年6月、元成は、伊予国に出兵していた、吉川元春、小早川隆景の両軍を本国である、秋国に帰還させると、同年8月に、両将を北九州へ派遣し、大友氏の討伐を、開始する。 A62 年4月には、元成も居城である、吉田軍山城郎たち長渡国へ向けて出陣する。そして同年5月に調布に入ると、ここに本陣を構えて、大友市討伐の拠点とした。この時、元成の出陣に合わせ、山陰地方の多くの国人たちにも、九州への出兵が命じられており、山陰地方の毛利領の警備は手薄となっていった。一方、 滅亡した天子氏であったが、天子諸老人の中には、一族の最高を目指す者がいた。その中心となった人物が、山中康生である。A61 年、康生は各地を放浪した後に京へ登ると、京の東福寺でそうとなっていた天子氏一門の天子、正久の維持、天子和久を減続させ、天子最高軍の大将として擁立する。そして、 各地の天子維新らを集結させると、密かに天子家最高の戦いを企てていた。A62 年6月23日、毛利氏が大友氏を攻撃するため北九州へ軍を派遣すると、巨兵の機会を伺っていた高世ら天子最高軍は、出雲国へ進行を開始する。天子最高軍は、田島国から数百艘の船に乗って、海を渡り、島根半島に上陸すると、 近くにあった、中山の取りを占拠する。勝久ら天子最高軍がここで、最高の劇を飛ばすと、国内に潜伏していた急進らが続々と集結し、5日のうちに三千0 0余りの軍勢になったという。そして同月下旬、厚生ら天子最高軍は、多賀源流がこもる、新山城を攻略する。続いて、新宿北岸に位置する末寺に城を築いて、ここを拠点とすると、 山陰地方の各地で合戦を繰り広げつつ、勢力を拡大していった。A62 年うるう5月3日、毛利氏は大友氏との争いの末に立花城を奪取するも、引き続き大友軍が立花城に泊まり続けたため軍を動かすことができないでいた。毛利氏の立場が厳しくなってくるのは、この頃からである。同年7月下旬、出雲において、 在在ところどころのものとも、残すところなく彼老人にどう行こうとガ算と打場の上手、天野隆タが書状で伝えるように、出雲国一円を天子最高軍が支配する状態となった。さらに10月11日には、大友氏の支援を受けた大内テルが海を渡り、その翌日には、ス王国の大内屋敷屋とを襲撃してその地を一時、占拠する事態も発生した。 毛利氏の両国支配体制は一転最大の危機を迎えるのである。ここに至って毛利氏の当主、毛利元成は北九州に在陣する毛利軍の撤退を決定する。10月15日、立花町に在陣する毛利軍は、野見宗勝かつ、か坂本優等わずかな兵を残して撤退を開始し、その他の北九州に 在陣する毛利軍も随時撤退していった。11月21日には城に残っていた宗葛らも退却し、毛利軍は文字城を残して北九州からすべて撤退した。布部山の戦いにおける毛利軍の進行ルート。A62 年10月18日、吉川元春、小早川高景ら毛利軍は九州から陣を撤収して調布に帰着すると、 10月25日頃に、大内家最高軍の反乱を鎮圧する。テルヒロは、富海で自陣し、大内家最高の戦いはわずか半月足らずで、終結した。反乱を鎮圧した毛利軍は、12月23日に、調布にあった陣を引き払い、居城である、吉田軍山城へ帰還した。A63 年に1月6日、本国に帰還した毛利テル元、 吉川元春、小早川隆景らは、休む間もなく天子最高軍を自圧するため、吉田軍山城より出陣する。その総数は、約2万6千とされる大軍であった。照本を総大将とし、毛利府大の週6千がこれに従い、元春は、岩見勢を、隆景は、貧乏勢を、獅子戸高家は、備中勢を統率した。その他水軍200層がこれに従った。 毛利軍が第一に優先したのは、天子最高軍により包囲されている合算と打城を救うことであった。この頃、合算と打城内では、天子最高軍の攻撃を受け、マレー、川本、湯原氏らが投降するなど危険な状態となっていた。また、城内の兵糧も欠乏していたため、早期に天子最高軍の包囲網を突破し城内へ兵糧を補給する必要があった。 毛利軍はまず、小玉なりさらに200層の船を引きさせて、瀬戸内海から岩見国の湯の津へ出港させると、この地で岩見の毛利法の国人を招集し、天子最高軍を建成するため出雲の木付浦へ向かわせた。次に、照元ら引きいる本体は陸路により、合算と打城を目指し、北上して岩見国の産卵に入ると、ここで兵を招集して、部隊を増強した。 毛利軍はここから進路を北西に進み出雲国へ入国すると、同月16日には赤名に着陣する。赤名城主、赤菜岬代に迎え入れられた毛利軍は進路を北へ、変えて進軍し、同月28日には中軍を越え、翌2月7日には、三沢、横田へ軍を進める。こうして、毛利軍は、ガス山と田城へ向け着実に陣を進めていき、 その途上にある天子方の諸城は攻略されていった。天子最高軍の将、拓和山と守るがこもり戦った拓和城、社日神社の跡地、布,布山の戦いの時、この付近に天子最高軍が本陣を敷いたと伝わる。一方の天子最高軍は、原出軍の戦いや、沖田ため神の反乱などによって、時間を取られ、 出雲国の拠点であるガス山とダジョを攻略することができないでいた。1月28日には、タクワ山と守るらが守るタクワ城が、毛利軍の攻撃を受け、その救援のための援軍を出すもわずか1日によって、攻め落とさた。天マ最高軍は、毛利軍の進行を止めることは、愚か時間を稼ぐことすらできないでいた。後世ら天子最高軍は、布ノの中山の地を、 毛利軍の進攻を防ぐ最終防衛地と捉え、各地に散らばる天子最高軍を集結させ決戦に備えようとした。この布部の中山の地はガス山戸田城から南方へ1 2トル進んだところにあり、水戸屋から三沢、横田を抜けガス山戸田城へ進む場合には必ず通る必要がある要衝であった。また、この地からガス山戸田城へ進む道は布部山の尾根ずいに通じており、 一度、布部山のふもとから山頂まで登る必要があった。周りは、謙春な山で囲まれ、尾根道へ登るには、西側の水谷口か東側の中山口のどちらを通る必要があった。つまり、三沢、横田方面から合山戸田城へ進むには、水谷口か中山口、二つの谷口のどちらかを通る必要があったため、この二つの谷口を押さえておけば、 毛利軍の進軍を阻止することができた。山中高生と立原久綱は大将である天子勝久を居城である末津久城に残すと、少数の軍勢を率いて出陣する。末津久城には大勢がこもっているように見せるため、また毛利方に少数で出陣してきたのは、計りごとではないかと疑いを持たせて、時間を稼ぎ、その暇に味方の軍勢を集結する策謀であった。 この策がこう奏したのか、後生らは各地の天子最高軍を招集し、毛利軍の来週前2月11日には、布部山の地に陣を張ることに成功する。明日12日には、毛利軍は、布部山の南方 12km に位置する、秘伝の地まで迫ってきており、まさにギリギリの後軍であった。後生は軍を半数ずつに手に分けると、 水谷口、中山口の中原にそれぞれ配置し、本人は、布部山の山頂付近に置いた。布部の用害山城。天子最高軍の将、森脇久志直が守っていたが、毛利軍の来週前に城を明け渡した。2月7日、三沢、横田に在陣する毛利軍は、掛屋と馬木に、抑さえとして、兵を残すと、2月12日に、秘伝を抜けて、 翌13日に、布へ陣を進める。同日、布部にある、天子最高軍の洋貝山城を攻略する。この洋貝山城は、天子最高軍の将、森脇久志直がこもる城であったが、兵数が300余りと少なくまたお儀であったため、毛利軍の来週前に、高世らの説得により、久志直は退却し空城となっていた。洋貝山城を攻略した毛利軍は、 布ノ山の天子最高軍の陣を見ると、同じく手にて二軍を分け、大将であるてるもとはその後方に陣を敷いた。布ノ山の戦いにおける両軍の不陣図。2月14日のご辻、毛利軍は、布ノ山に不陣する天子最高軍に対して攻撃を開始する。戦いは、当初、地の利に勝る天子最高軍が優勢であった。天子最高軍は、 山のふもとから攻め上がってくる、毛利軍に対して上方から鉄砲、弓矢により攻撃を行い、毛利軍の兵を多数打ち倒した。さらに水谷口では、毛利軍の将、熊谷信直の着手である最佐古佐京介を、森脇久しなお舞台が、中山口では、毛利軍の将、伝門江門城、阿波山田左衛門を、天子最高軍の将、 王道剣城と王道玄介がそれぞれ撃ち取るなど、数の少ない天子最高軍が、毛利軍を圧倒していた。しかしながら、毛利軍の吉川元春が、地元の豪族を買収して、布山の山頂へと続く感動を聞き出し、別動隊を率いてその感動から、布山の頂上に登って、天子軍の本陣を強襲すると状況が一変する。本陣を落とされたと知った。 天子最高軍の兵は浮き足立ち、毛利軍の攻勢もあって、天子最高軍は総崩れとなった。これによって戦いの崇勢は決定し、天子最高軍は敗北、総退却となった。退却の際、毛利軍の追撃を受けた、天子最高軍は王道、ヒデなや目黒左近コンエが討ち取られるなど、多数の将兵が犠牲となった。ただし、 殿として最後まで残って戦った山中康生と立原久綱は無事に居城である末粒城へ帰還している。この戦いに勝利した毛利軍は翌日2月15日に天子最高軍に包囲されていた合算と打城を解放し兵糧を入れることに成功する。この時城内では兵糧が全くなくなっており落城寸前の危険な状態であった。 エルモトラモーリ軍は牢城していた将兵らを称すると、共に軍をここで再編すると、同月下旬頃天マコ最高軍の巨城、末エツ城を攻撃するため、約7000の兵を率いて出陣する。これに対し、天子最高軍は、末エツ城は平城であるため牢城に向かないと判断、四城を捨てて、新山城へと退却した。その後、モーリ軍と天子最高軍は、 山院の各地で激しい戦いを繰り広げていくこととなる。毛利も隣が居城である、吉田軍山城で要隊が赤下元春の軍を残して、毛利軍が帰還した時には、一時的に天子最高軍が勢力を盛り返したこともあったが、すぐさまも隣が直属の水軍部隊を派遣したため、兵力で勝る毛利軍が次第に、天子最高軍を圧倒していった。 そしてこの戦いから約1年6ヶ月後の元気2年8月20日頃には、出雲の最後の拠点である真山城が、毛利軍の攻撃を受け落城する。城にこもっていた勝久は、おっきに脱出し、天子最高軍は、出雲国より一掃されることとなった。布部山の戦いの時、天子最高軍が本陣を、敷いたところを水源とする名水。大干ばつでも枯れることなく、 安埋神社の個人髄として、甘いの神事にも使われたと伝わる。城を明くようの頃は道理なりいかに、いよりを春焼きにするまた別の説として、くわ城を守っていた、天子最高軍の将は秋田久安助と誘導利助であったが、同じく、毛利軍の大軍に驚き一戦もせずに城に火をかけて落ち延びたため、次の教科が書かれた考察が立った。秋焼けて、落ちは、 有道通り女いかがにいよう、春焼けにする水、谷口第一人、第二人第三人人不明中山口第一人、第二人人不明後人遊軍水谷口第一人、第二人第三人人不明中山口第一人、第二人人不明。ありがとうございます。